2009年バーレーングランプリ。2009年バーレーングランプリは2009年会1世界選手権第4戦として2009年4月26日にバーレーンインターナショナルサーキットで開催される。正式名称は2009フォーミュラ1ガルフエアーバーレーングランドプリー。このレースから新たにホースインディアがダブルディフューザーを搭載した。 気温摂取38度、路面温度摂取51度、湿度13%の条件下で予選がスタート。バーレングランプリから新しいパーツを投入したフォースインディアのジャンカルロフィジュケラが先頭でアタックに入る。砂漠の中のサーキットのためにコースが汚れているために時間が強するほどタイムがどんどん上がってくる。残り分半でトヨタのヤルノ・トゥルーリが全を通じて、 初めて1分32秒台にをマークする。その後残り時間がなくなると同時にレッドブルのセバスチャンベッテルがトップタイムをマークし9-1が終了。チームメイトのマークウェーバーは他のマシンにアタックを妨害され19番手で9-1敗退。その他、フォースインディアの2台とトロロッソの2台が9-1敗退となった。気温摂氏38度、路面温度摂氏50度、 湿度13%。マクラーレンの兵器コバライネンを先頭に各社ソフト側のタイヤでアタックに入る。残り8分半でベッテルが1分32秒474でトップに出る。その後トップタイムが更新されず92が終了。コバライネン、ウィリアムズの中島和隆、ルノーのネルソン・ピケ、BMW ザウバーの2台が92敗退となった。 気温摂取38度、路面温度摂取51度、湿度14%。トヨタのティモグロックがまずターゲットタイムをマークする。そのタイムをチームメイトのトゥルーリが上回り、トヨタのワンツー体制となる。残り20秒でブラウン GP のジェンソンバトンが一時トップに出るが、直後にグロックが再びトップに出る。さらにそのタイムをチームメイトのトゥルーリが上回り、 ポールポジションを獲得。トヨタは3度目、トゥルーリは2005年アメリカグランプリ以来4度目のポールポジション獲得。また、トヨタはチーム史上初のフロントロード苦戦となった。フォースインディアのエイドリアンス・ティルが昨日の予選でウェバーのアタックを妨害したとして3グリッド降格のペナルティを受けた。タイヤはコバライネン、ハイドフェルド以外は 全車ソフト側のタイヤを選択。2番シュスタートのグロックがチームメイトのトゥルーリをかわしてトップに立つ。5番シュスタートのハミルトンは3番手まで順位を上げ、さらにカーズにより一時2番手まで上がるが4コーナーで膨らんでしまい、トゥルーリにリンからかわされる。2周目の1コーナーでバトンがハミルトンをオーバーテイク。燃料の軽いトヨタの2台は ワンツー体制のまま3番手以下との差を広げいく。後方では接触の影響により BMW のロバートクビサと中島がピットイン。さらに次の周回で BMW のニック・ハイドフェルドとフェラーリのフェリペ・マッサがピットイン。予選で19番手に沈んだウェーバーは11番手まで順位を上げてくる。トヨタの2台はファステストラップを更新しながら3番手バトンとの差を。 広げていく。そして11周目にトップのブロックがピットイン。次の周回でチームメイトのトゥルーリがピットイン。トヨタは2台ともハード側のタイヤに履き替え燃料を多く積み変速にストップ作戦を取る。ブラウン GP は14周目にバリチェロ15周目にバトンがピットイン。同じ周回でハミルトンもピットイン。この3台は ソフト側のタイヤでコースに戻る。このピットストップでバトンはトヨタの2台をかわすことに成功する。グロックはさらにハミルトンにもかわされる。16周目にアロンソ、19周目にベッテルがピットイン。ベッテルはここでハミルトンの前に出る。21周目にライコネンがピットイン。 第2スティントではトヨタのみが上位勢の中でハード側のタイヤを履いているためにトヨタの2台はペースが上がらない26周目にバリチェロがピットインバリチェロは3ストップ作戦に出るハード側のタイヤを履いていたグロックはタイムが上がらないために33周目で早めにピットに入りソフト側のタイヤに履き替えてコースに戻るトップのバトンは17番手のマッサまでを順調に 周回をくれにし、37周目にピットイン。同じ周回で、トゥルーリ、ハミルトンもピットイン。これで見かけ上トップに立ったベッテルが順調にペースを上げ、40周目にピットイン。トゥルーリの前に出て、実質2番手となる。2番手を走行していたライコネンが44周目にピットイン。ハードタイヤに履き替えて、コースに戻るが、グロックに先を行かれてしまう。 しかし、ライコネンは3コーナーの立ち上がりでカーズにより、グロックを抜き返す。47周目に、バリチェロが、ピットイン。ライコネンの前後番手で、コースに復帰。ここで、前者ピットストップを終え、ここまでリタイアしたマシーンは0。しかし、48周目に、ウィリアムズの中島がリタイア。その後は、順位変動がなく、バトンが、今季3勝目。2位に、 ベッテルが入った。予選でフロントロード苦戦したトヨタはタイヤ戦略に失敗しトゥルーリが3位、グロックが7位と決勝レースで沈んだ。フェラーリはライコネンが6位に入り、チームとしては史上ワオストの開幕4戦ノーポイントは何とか逃れた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。